はい、皆さんおはようございます。チャオくんです。ハクサマです。チャムチャム。皆さん今日はねちょっと深刻なね悩みがあります。ちょっと静かにしてくれる？チャムチャムで、ハクの爪とかです。うちはこれやってますね。ロイヤルカメラライトね。通販でも買えんねんけど、もうめんどくさいんで、動物病院がちょっと高いですけど、少しね購入してます。で、きっかけはこのチャオ君が石のね、病気になりまして、ほんで全員これに加えたんやけど、今も全然出てませんけどね。ほんでこの間母猫のね、チャトちゃんがね、歯石を取ってもらって、で実は歯もね、何本かね、抜いたんですよね。それでこのねカリカリをね、食べづらいのわかるけど、一向に口にしないですね。それで、ここのメーカーの、パウチのやつなんですね。それを購入して、あげて、それはね、ちゃんと来て、お母さんです。これと同じやつ、パウチの売ってんねんけど、それをやったら食べるんですけどもね。で、我々でも、歯が痛い時とかそういう時って、硬いもんで食べにくいの、それはもう理にかなってません。わかりませんか。そやけど、アラ治療として、お腹減ったらそのうち食うやろうっていうそれもええねんけどね。でもやっぱりこの子たちは物言えないんでね。で、それを食べさせる方法っていうのを皆さんないですかね。このカリカリをね、このカリカリちゃんをね。そやけどふやけさせたりするのも、一応働いてますんでね、俺はね。でやつも働いてますんで、そういう時間もないわけですよね。で、レトルトのやってもええねんけど、やっぱりね、この子だけにあげるわけにいかへんから、成分一緒やからね。で、みんなにね、休憩時間帰ってきたらあげたりとか、で夜あげたりしてんねんけど、やっぱり俺もそんな大富豪じゃないので、経済的にもね、まだこっちのこれでね、月2回ぐらい買うたらええねんけど、これの方がええねんけど、パウチの場合ってちょっと高いですよね。で、どないかこのカリカリをね、食べさせる方法はないもんか、皆さんに聞きたいですね。今はね、多分痛いと思うんですよ。何本か抜いて。で、次の月曜日でね、また再検査行くねんな、チャトちゃんな。でも口周りもなんともない。中はもう多分大丈夫と思う。チャトは強いからね。で、それでもし皆さんよかったらね、このカリカリをね、どないか食べさせる方法があるんならば、助けていただきたい、教えてほしいです。はい、やっぱりね、一緒に過ごしている家族なんでね、飼い主の俺がどないかしてあげなあかんって考えているわけですよね。僕らはもうね、人間やから喋ることできません。腹減った、じゃあ何食おう、これ食おうって言うけど、この子たち喋られへんのよね。アラ治療もええかもしれへんけどね、なんか方法があれば教えていただけたらありがたいです。はい、というね、今日はちょっと4分ぐらいになりましたけど、動画です。皆さん、皆さんのね、力を貸してくださいな。ちょっとちゃんな、頑張ってたりやな、ということです。皆さん、今日も一日頑張っていきましょう。何かいい案があったらお願いします。よろしくです。